アメリカのトランプ大統領が国連で演説し、同盟国に対して軍事費の負担を求めるなど、アメリカ第一主義を前面に打ち出しました。Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. トランプ大統領は、アメリカがこれまで担ってきた軍事負担を同盟国も肩代わりすべきだと指摘し、持論のアメリカ第一主義を強調しました。また、中国との貿易交渉については、アメリカの利益にならない合意はしないと強硬姿勢を示しました。一方、対立を深めているイランには、核保有を認めない考えを改めて示しながら、対話も呼びかけました。